コープスパーティーブラッドドライブ楽しんでいただけましたでしょうか中島直美役の佐藤里奈です。皆さんお疲れ様でした。いや長きにわたるコープスパーティーもこれが最終章ということで、えー、ドキドキしながら収録に臨んでその収録後にこのコメントをとっている次第です。今回も 清算な現場が続きましたねいやーあの拷問のシーンとかねちょっとどうなんでしょうねどういうことになってるのかをちょっとあのつまびらかにしていただいてから収録をしました。<laughs> 臨場感が伝わってればいいなと。こんなね。拷問のお芝居もできるのは役者見冥りに尽きるというものですねえー。皆さんがちょっとでも。ああ、痛そう。怖そうって思ってくれたらいいなと思いながら演じておりました。なおみ的にはですね。聖子との絡みがあんまりね。今回はねまあ、どうしてもしょうがないんですけど、なかったので。あのー？ ちょっとね、個人的に私としてですね、佐藤として残念だったところはあるんですけど、でも、ずっと聖子のことは友達だよっていう、あの、思ってるっていうシチュエーションというか、セリフも出てきたので、そこは心を込めて、えー、演じております。ぜひ、聴、えー、いていただけると、楽しんでいただけると、えー、幸いです。えー ひとまずは最終章ということなんですけれども、皆様のお力があれば、またどこかでお会いできることもあるんじゃないかなと思いますので、これからもコープスパーティー応援してください。よろしくお願いします。てなわけで、中島直美役の佐藤里奈でした。バイバイ。